ちは、セイキンゲームズへようこそ。ちょっとね、クオリティの高いスマホゲームを見つけたので、今日やりたいと思います。さあ、始まりました。セガマジックポケッツ。The House of the Dead Overkill。The House of the Dead Overkill。ということで、何のゲームかというとですね、銃で、ゾンビを倒すゲームなんですけど、イージーでお願いします。で、僕ね、今回で3回目ぐらいなんですけど、ほら、1面と2面は B、C というランクでクリアしてます。で、今日はじゃあ3面やりますか。初の3面いきましょう。で、エージェントもね、これ選べるんですよね。こういうごついやつとか、こういうエージェント G、 なんか僕は G でいこう。で、銃もいろいろ選べますが、僕は普通のこの銃でいきます。お、階段のとこですね。うわっ、いきなり来た。いきなり来た。そこからね、要は倒していけばいいんですけど、ただね、結構難しいんだ、これ。あ、早いんだよ、ゾンビがもうバイオハザードより全然劇的に早いんですよ。はっ、うわ、やばい、死なないぞ。ほい、ほい、やばい、ほい。エクストリームバイオレンス。よし、リロードもね、よくいいタイミングでやらないといけないから。はい、走ってきた、はい、走ってきた、はい、オッケー。走ってくれたらもう一撃で倒さないともうどうにもならん。ほい、来た。よっ、うわ、来た。このナイフ野郎め、うわ、で、危ない。近い。まずは女だ。女を倒して、次はこのでかいこいつを倒して。よしよ。さあ、遠いからちょっと当たんないな、これ。オッケー、いいね。リロードして冷静に頭狙いなし。オッケー。うわ、いっぱいいる。お、隠れてるって感じ。ほい、お、はい、ほい。あ、やばい、死なない、やばい。死亡した。よし、もう結構。でも、いつも同じ感じで出てくるからね。で、多分何回もやると忘れになるんじゃないかな。ヴァイオレンス。しゃっ、リロード一回して、はい、たまにこうしっかり当たんないぞ。ほら、来た。エクストリームヴァイオレンス。何、これゾンビによって強さが違うのかな、みんな。やっぱり、ほいほい、やべ、しまった。このタイミングでいいか。ヴァイオレンス。やべ、来てくれ。リロードがね、時間かかるんですよ、結構。やべ、来てる。なんでこいつ。よいしょ。ほい。ここまで打って、倒して。こいつも倒して、倒して、オッケー、いいよ。うわ、走ってきた。やべ、どれがパワーなんだ、よくわかんねえの。まずは女が、よし、こいつだ。よいしょ、よお。よし、よし、ヴァイオレンス。よし、来た、黄金の扉。隠れてすぐ来るぞ、でかいやつが。まず来るぞ、ほら、来た。よお、はい、こいつも冷静にいきましょう。はい、オッケー。ヴァイオレンス。で、敵が遠い段階でリロードしといた方がいいね、一回ね。惜しいじゃん。やばい、走ってきた。たまに走ってくるやつがいるの。ほいほい、やばい、こいつは、はい、やばい、いっぱい来てる、よし、OK、一発で勝負だ。はい、ちょっとね、頭の上ぐらい狙うと当たるね。いや、早い、うわ、強い。よし、
よし来たぞ、左手は進んできたぞ。くらっ、だったー、くそ、くそ、いや、いや、くっ、くっ、あ、救急箱、ふん、あ、いいじゃん、ちょっと回復したんじゃないの。うわー、やべ、どいつから倒せばいいんだ。いや、来た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 、こいつだ、こいつだ。そしてこいつも走ってくる。なんで俺になったように走ってくるんだ、こいつは。一撃で、よし、オッケー、よし、よし、オッケー、よし、よいい感じだ。でもね、バイオハザードよりいいのは怖くないんですよ、そんなに。これうわぁ、音楽が軽快だから、音楽が明るいからね。ほいっ、夜に一人でやってもそんなに怖くないっていうね。うわぁ、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 いっぱい撃つのいっぱいすぎて、ほいっ。これはね、一撃倒していかないと危ないよ、これは。次よ、ジグリーヴァイオレンス。ホラーというよりあれシューティングのゲームだね。まあね、よし、リロードして、はい、走ってくれよ、入ってきて、やばいよ。 OK OK、 おわし、クリアした、クリアした。 B ランクだ、まあまあじゃん、まあまあだよ。さあ続きです。いや、早い早い早い、強く、どんどん難しくなっていく。しょっしょっしょっ、はい、うわー、やばい。ジグリーヴァイオレンス、うわ、出た、ふぅふぅ、うわ、やばいでしょ、これやばいでしょ。ショットガンに変えようか。え、どうなんの、どうなんの、どうなんの、え、どうなんだ、え、どういうこと、あそこに隠れて撃つ感じ。え、なになに、あ、あいつはや、逃げたわけね。ショットガンだ、うお、ショットガン強いね。うわ、あ、ショットガン強いわ。ただ、反動がでかいね。ショットガン、あ、ショットガンもいいじゃん、絶対。これ、頭も結構一個飛ばせるよ、これ、ほら。後ろの方まで、多分三段銃って感じ。いいね、いいね、あ、ショットガンいいわ。まとめて、後ろのやつまで倒せる。あー、やばいやばい、ちょっとこれ、倒せない、倒せない、あとリロードの回数が増えちゃうのか、弾が3発しか入ってない。きた、ジグリーヴァイオレンス。あ、でもうまく作ったらこれありだね、ありですね、ありだね、ありだね、いいね。やばい、リロード、リロード、早くしろ早くしろ、うわ、タクシー、うわ、キュッキュッキュッ、リロード、リロード、ジグリーヴァイオレンス。うわ、超難しいな、使いこなせないよ。ふっ、ただ当たりやすいな。よし、そうか、照準がでかいんだ、こっちも。ほい、ジグリーヴァイオレンス、ショッ、ショットガン作戦だ。いやー、ただ連射、ギューハハハハ、うわー、死亡した。はい、ということで The House of the Dead、 いかがだったでしょうか。なかなか白熱するゲームですね。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 僕のゲーム実況チャンネル製品ゲームズ、チャンネル登録をすると最新動画が見やすくなります。まだ登録してないという方はぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。